フリーいいっすね。決まってもめんどくせえやつやん。これ何の配線か分かんねえじゃんこれ。はぁ、あ、わよし、やめた。はい、どうも、こんばんにちは、海外でございます。ということで今日は GR86 のねテールランプとバックランプをね買いましたんで、これねちょっとつけていきたいと思います。これがどこのブランドかというとレビーヤって読むらしいわ。これどうやったってリバーとしか読めないんだけどね。レビーヤのテールランプ流星バージョンスモークレンズですね。一回開けてみましょうかこれね、全然テールランプ出てないっすね。シャイニングパーツさんから買いましたね。両方ともレビーヤです。どう、やっぱ作りいいね。作りいいっすね。オープニングセレモニーみたいなのがあるらしいわ。オンになると色がこうやってきてこう溜まってってみたいな、あー溜まってってピカピカピカみたいな。あれだけシックに乗るって言ってたのにガチャ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 なってきちゃったよ。もうでこっちですね、これがバックランプですね。前回 BRZ につけたのはテールランプとバックランプはメーカー変えたんですけど、今回レビーヤで揃えました。これなんか中華製ないかな、中国メーカー。レビーヤって違う、これバックランプ。これね、配線決まってもうめんどくせえやつやん。カプラオンになってねえやん。カプラオンになってねえし、取説入ってねえんだけど、これ。おい、これ何の配線かわかんねえじゃん、これ。もうめんどくせえ、これ。ググって、これ何の配線は、これ、アース、イル、ミー、あと何この3系統。バック信号、ブレーキ、あとデイライトかな。はぁ、ちょ、ふざけんな。これさ、カプラついてないってことは、純正のカプラの手前で直近しなきゃダメじゃん、これ。しかも取説なしっすね。やってるわ。本気でできると思って買った人の心をへし折るやつだよね。これ届いた瞬間にうわなるよね。もうターミナルキットいきなりいるわみたいな。俺はもうつけちゃうけど、じゃあとりあえずつけていきましょう。簡単なんでね、はい、じゃあまず純正のどんな風に光るのかっていうのを見ていきましょうか。はい、いきます。スモール、ヘッド、ブレーキで、バック、ハザード。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、どれぐらいかかるのか。最速で。てか、マッチお前、縛り剥がし、お前、どこやったんや。縛り剥がし。ストレートのやつ。戻してる記憶でも、お前、戻ってなかったら、その記憶は間違いじゃないのか。探してこんって感じやん、配線図。純正のカプラと同じ配線の色になってたりしねえかな。これ、ストレートなかったらもう取れねえんじゃねえ、これ。どこ行っちゃったんや、お前。これのピンがマジでもうめんどいんですよ。汚ねえなぁ。なんだよこれ、なんでこのグリスまみれになってんの。あれ、パークリがね取れないのよ。もうこれついちゃったら、このネチョネチョ最悪や。もう朝からこれもうめっちゃ手潤し壊してきたのに、いきなりもう無にキスさあ、ちゃちゃっと取っちゃいましょう。始まったよこれ。嫌いなんや俺、こういうなんか誰でもできる作業をやるの。わかる、本当これマッチ君の作業なんだよこれ。俺やらんもんだこれね。けど動画の撮らないといけないからもうしょうがないじゃん。嫌いなんですよ俺こういうの。マッチ配線が弱えもん、マジで。電気系弱え。なこれ、なるほど、買ってて、あ、もう何ここピンおるやんねえ。これ無理やりやったらこれガリガリって思っちゃう。ちょっと、なにこれ、あ、なにこれ、嘘。え、ちょっと待って、 BRZ と全然違う。ちょ、ありえない。外側にネジが一つもついてねえ。ねえ、ありえないんだけど。え、何のピンこれ。これ多分横、ここだな。ここにネジが止まってて、ここ引っ掛けで多分外す感じだな。うわわわわわわわ、ここにもついた。肝グリスが。これほら。何これ、このグリス。なんでこんなことするの、トヨタの方々。何これ。もうやりたくねえ。ちょっとやめようか。うわわ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 わ、服にもついてない。よーし、やーめた。中止、中止です。もう俺やらんもうやりません。もう俺やらないっす。もうムカついたこれ俺の作業じゃねえ。ということで、もうマチ君が今日やります。で、出来上がった状態をね映したいと思います。はい、ということでね、着きましたと、はい、いうことでございます。今回私は一切手を触れてませんと。マッチ君一人で。そうですね、つ、はい、けました。つけれたみたいです。さすがですね。で、こいつ、点灯確認をね、僕まだ見てないんで、やりたいなと思います、はい。ここまではちょっとかっこいいんですけど、ちょっと残念ポイントがね、ここですね。チリがちょっとね、これ安かったもんな。7万円ぐらいだったんで、エンジンかけずにあれやりたいな。点灯確認。了解です。じゃあ点灯確認いきましょう。すごいでしょこれ、ド派手でしょ、ド派手。あはい、からの、はい、ウィンカー、ブレーキ、これブレーキチカチカするんですよね。 F1 っすよ、 F1。 はい、バック、
圧倒的なバックのこの香料よ。ありがとう。これはどうなのかな。あれだけシックに GR86 決めたいって言ってたのに、ここでやっちゃったんだよね。ついついポチっちゃったんだよね。派手になりました。暇あるとポチっちゃうのよ。昼間見ると結構ボディと顔面担当あって、まあね、ここのねテールはね、まあ、色的にはいいですね。いかつさが、ただ夜光った時にめっちゃ派手ってめちゃ派手だよね。何あのテールダサーって後ろの人に何あのテールとか言って、まあ、一応純正テールは今回売りに出さずに取っとくわ。了解です。プロテクション貼ってあるんで、これなんか早々に水が入りそう。ありえそうですね。水が入ってきそう。なんか安かったんで7万円ぐらい、まあ、よかったらねこれ皆さん買ってみてください。マッチ君でも簡単にパパッと取り付けたんで、俺は取り付けの難易度というよりもこの汚れるのがもう無理すぎてクリスマスみたいになってすぐやめたもん。あ、もうやめーとか言ってあとここね、ここを車外のあれにしますんで、このボタン使えなくなるかも。あ、うん、後ろからトランク開けられなくなるかも。書いとけよな、それ今気づいたわ。こう光るようになるんですよ、キャーってね。それもね、海外から日本にドンブラコックしてる最中なんで。ということで今日の動画は以上でございます。ちょっと短い動画ですけどね、よかったらこれつけてください。仲間になってください、僕と一緒にみんな変えてないよね、テールね。なかなかいないですね。なんで変えないんだろう。あれでいいもんな、これやる意味ないよな。これで鈴鹿でさ、ガンガン走ってたらブレーキ踏むために下がパカ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 一人で F1 見てダセーから戻してくれとか言いそうなのではい、ということでよかったらね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。で、次回カスタムまたどんどん来るんで、こいつがスーパーチャージャーになったりするところも行きたいと思います。はい、ということでまたね。